コザニは北ギリシャの都市、西マケドニア及びコザニ県の都、マケドニア地方の西部にあり、アリアクモナス川渓谷の北部にあたる。市は海抜710メートル、人口湖ポリフィトス湖の北西15キロメートルにある。テッサロニキ南西120キロメートルにあり、ピエリア山、ベルミウォン山脈、ブリノス山、アスキオ山に囲まれている。 人口は推計でおよそ五万人である。一帯の気候は、冬は寒く乾燥し、夏は暑い大陸性気候である。コザニは、西マケドニア科学技術教育研究所、キリシャ内外から集まった一万五千人の学生を、要する西マケドニア大学の本拠地である。西マケドニアの高祖院、警察本部、消防本部、キリシャ軍第一軍、キリシャ政教会のセルビア及び、 コザニ主教座がある。地元の民族伝承の最重要要素の一つ、コザニの社肉祭は番頭に開かれ、古代のディオニシウス信仰の冒徳ぶりを多く保ち続けている。コザニはギリシャ内外ではギリシャマケドニア地方産サフランの生産で有名である。このサフランはクロコスコザニスと呼ばれ、近郊の町クロコスで栽培されている。コザニは中央マケドニア、 テッサリア、エピルス間の交通中心点である。最寄りの空港はコザニ国立空港で、市から4キロメートル離れている。空港は20世紀半ばに開港した。コザニはエグナティア高速道に近いところにあり、この道路はイオニア海沿岸とテッサロニキ、そしてトルコ国境地帯とを結んでいる。広く普及している意見によると、コザニという名は、 イッピロスの村、コスディアニから来たという。一ピロスは、1392年当時のコザニ住民のフソの地である。定住地ははじめ、コズディアニと名付けられ、その後コジアニに変化し、最終的にコザニとなった。コザニという名はおそらく南スラブ語のコジアニから発生したのだろう。南スラブ語におけるコザニという名は、となる。時計当選史時代から、 東ローマ時代にかけての古代、死の多くの部分は発見されていなかった。コザニの東部分は、鉄器時代初期の古代のネクロポリスが発見されている。マケドニアをピリッポス2世の地下、地域は、エリメイアと名付けられ、上マケドニアの一部であった。現在のコザニの南西にあるシオポトの丘には、カリビアという名の定住地があり、未だ残る痕跡から1100人から1300人の、 人が暮らしていた。コザニはおそらく、オスマン帝国の征服後に、キリスト教徒の移住者らによって建設された。帝国は14世紀から15世紀にかけ、山中にあるマケドニアの平原から撤退した。1392年、イッピロスから追放された、別のキリスト教徒らが、その厳しい環境に魅せられてやってきたのである。イッピロスからの移住者と共に、 多くの牛飼いたちがこの地域に移ってきた。最初にコザニの記載が残されたのはオスマン帝国の1528年の陶器においてである。コザニには91世帯があり、23人が独身で15人がカフであった。コザニも最重要の植民者の一人は羊飼いの長であるヨアニストランタスである。彼はおよそ家族100人を連れて移ってきた。 ヨアニスの子ハリシオスは1664年にスルタンのファーマンの地位を獲得した。これは町がスルタンの聖母の保護下にあり、多くの巡礼者からの寄付で潤い、トルコ人が移住することを禁じられるようになったために、キリシャ人のハリシオスが高いくらいを得たのである。1664年、壮麗なアイオス・ニコラオス教会が建設された。1668年、図書館と 有名な小座にの学校が建てられた。17世紀から18世紀の間、中央諸国との通商関係が、市の経済的繁栄をもたらすきっかけを与えた。19世紀中、外国人旅行者の体験談として、町の人口はギリシャ人が占め、増えていた。町の成長は1770年に崩壊した。なぜなら、 コザニの地元住民と中央にいるコザニ商人らの間でさかいが起こったからである。商人らは死の繁栄に貢献してきた人たちだった。さらなる大災難が起こった。死は1770年にトルコの米に襲撃されたのである。その後の襲撃には1830年のアスラン米によるものが死を広域に荒廃させた。1904年の人口調査によれば、 ギリシャ人が1万2000人、ラテン系のブラフ人は350人、彼らが当時のコザニに住んでいた。第一次バルカン戦争中、サランタポロの戦いでオスマン帝国軍を破った後、ギリシャ軍は1912年10月11日にコザニへ入った。この時から町の人口は1万2000人のギリシャ正教会に属するギリシャ人となった。 1923年、ギリシャトルコ住民交換の際には、およそ1400人のギリシャ人家族が、ポントスやアナトリアからコザニへ移住した。20世紀、死は凄まじく成長した。一帯にある、活端資源が、ギリシャ国営電力によって使用されるようになり、コザニを、ギリシャの電力の最先端生産地としていったのである。1995年5月13日、一帯を、 マグニチュード6.6の地震が襲った。市は、現在新旧の建築物が組み合わさっている。一部の壮麗な建築物、時計塔、視聴者、民族博物館、バルタドレオギムナジウム、ギリシャ国立銀行、エルミオネオンホテル、ゲオルギオスラッサニステー、クリゴリオスブルカス帝が挙げられる。コザニ自治体図書館は、コベンダレオスと呼ばれ、ギリシャ第二の規模を誇る。 15万冊の蔵書があり、貴重な出版物、価値ある公文書、そして、リガスベレスティン・リス・フェレオスの直居状が含まれている。この理由からコザには国内文化都市網に含まれ、本と読書の啓蒙に努めている。本と読書研究所が設立され、コザには本の都市で知られている。現在、コザには西マケドニアの行政、貿易、経済、 そして交通の中心地である。小座に中心部の地図紙はギリシャにおける重要な電力供給地としてよく知られている。人口の大部分がこれらの石炭発電の工場に努めている。この一帯で国の電力の8割を作り出している。その他の有名な生産物に大理石、サフラン、果物、チワイン、そして手工芸品がある。 銀行の多くがコザニに支店を構えている。地元銀行は共同組合のコザニ銀行である。コザニ貿易展示会は毎年9月にキラにある西マケドニア展示センターにおいて開催される。ギリシャの多くの商社と他のバルカン諸国商社が地元生産品を持って参加する。民族自然史博物館コザニはエグナティア高速道、ヨアニナから テッサロニキへ向かう3号線、ラリサからフロリナへ向かう4号線、そして20号線である。市内の公共交通機関はミニバスが行っている。中心部と各地区の間を走り、路線バスが提供している。市の交通問題はここ数年でさらに厳しくなっている。コザニ県の中の基礎自治体コザニの1コザニには20の地区があり、バルカン西部の集合点へと発展している。 この前後関係の中で、コザニ基礎自治体は、現代的な衛生都市を創設している。コザニの近郊自治体には、スクルカ、イピロティカ、ギティア、アイオスアタナシオス、プラタニアがある。二0の自治体を含むコザニ基礎自治体南から見た、コザニの眺めコザニ一帯の気候は、大陸性気候である。古いシャニクサイの慣習である。 ファノスシャニク祭最も興味深い地元の祝祭は、シャニク祭の間に行われる。これらはファノイーで、コザニの広場で点火される。その中で、人々は歌を歌い、伝統舞踊を踊る。有名な地域の歌は、コザニのマケドニコスアンティクリストスで、しばしばコザニの国歌と呼ばれる。すべての祝祭は、シャニク祭パレードの後の最終週の土曜日にさらに、最高潮に達し、 街から添加された花火は翌朝早くまで燃やされる。ラッサネーア祭り番下に開催される演劇、コンサート、体操競技の複合行事。ラッサネーアとは、コザニ出身のギリシャ独立戦争の英雄、ゲオルギオス・ラッサニスにちなむ。ラッサニス帝ニアイメロス祭市北部のニアイメロスで開催される祭り。10月最初の木曜日に行われる。9日間行われていたが、 現在はわずか3日間である。小ザニの料理はマケドニア料理と総称される。典型的な一品はギアプラキアと呼ばれる。肉と米が塩漬けのドウの葉でくるまれてボール型になっている。これはしばしばクリスマスのご馳走とされている。基地は円形のチーズパイである。ありがとうございます。